お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、まさかのですね、今の環境でっていうか、まあ親衛隊を使って、親衛隊でですよ。今9コスだっけ、8か、あれ7だっけあれ、いや、まあいや、コスト分かんない。ですね、親衛隊を使って世界10位まで行ってる人がいたんでね、まあそのまあデッキをねパクって、はい、使っていこうと思います。でその人がちょっと今落ちてる、ちょい落ちたっぽくて、この海外のプロの、あー違う、このトミーっていう選手なんですけど、この人がこれです。これこの親衛隊ロイホグで、今季ね6142まで行ってるんですよね。なんで、まあ、今だと6142なんで、まあ、グロ9位、まあ、世界9位とか、まあ、10位、僕が見た時10位だったんですけど、2まで行ってたんで、ちょっとね注目というか、さすがにこれをコピーらないわけにはいかないなと思い、コピります。はいというわけで、こちらの親衛隊ロイホグでマスケとホバリングっていうこの2枚が入ってて、あのミニペッカなんかね、すごいオリジナルデッキだなと思いますはい、なんでね、ちょい今日はこちらを使っていこうと思います。親衛隊っていうのがですね、7コスですね。7コスだ。全然なんか使わないから、だから最近全く見ないじゃないですか。使ってる人いるのかなレベルなんですけど、親衛隊使って世界10位まで行ってるって、まあ、普通に考えてやばいですね。結構やばいことですね。なんで、まあ多分その人が上手いんでしょうけど、やっぱデッキもね、それなりに強いと思うので。よいしょ、まあミニペー、ああ、惜しい。これ惜しい。てか剥がれるからワンチャン。ああ、剥がれない。まあ。ジャイガゴインドラ。なるほど。ザップ枯渇みたいなデッキですね、相手は。よいしょ。で、まあ、陸受けが結構きついんですけど、その、プリンスとか、まあ、親衛隊あるから、なんとかなってる感はあるんですけど、まあ、親衛隊しかないまでありますね。やば。ラバル、え？あ、ジャイだった。ジャイバルガゴインドラ。すごいデッキですね。で、これはこっちに5出してほしい。で、あー待ってやばい。あのマスケがそっちに行っちゃうと、あー、なるほどって感じですね。いやー、いてーけど、ここは我慢だな。一回我慢して、おい。めちゃくちゃ煽ってくるじゃないですか、あなた。まあまあですね。両方削れてるんで。はい。ここからすんなり勝ってあげようと思います。ぽい。相手のスペルだな。スペルがワンチャンない説があるんで、ジャイバルガゴガゴとかだと、ファイボとかがない説があるんで、まあ、マスケとかホバリングが溜まるといいんですけどね。あ、待って。なんか違う。なんかミスった。まあ。はい。というわけで、このカウンターでロイホグ飛ばして、今バーバリアも咲いたんだね。これでだって終わりじゃね？逆に5あったら俺が終わるんだけど。5ないから、逆に、君終わりじゃねっていう。で、ここでガゴムで出されて、やばい、ハードカウンターが嫌だ。いや、言うて？え？なんか、そんな入ってないっていう。まあ、落ち着いていきましょう。落ち着いて、これロイホグ行きたいですね。ロイホグ行きたい。けど、セパレートで行こう。いやー、なんだこれ、なんか。何をしたらいいのかよくわかんない問題なんですけど。よいしょ。いや、いいよ。あるよ。これで、ロイフグ飛ばす。さあ、で、5打って、多分バーバリアン来るんで、これで多分落ちますね。はい、追いつく。で、真ん中は、なんもないバルーンぐらいしかないよな。OK？ いいですね。で、ここでジャイバルーンとかされると、ちょいヤバタニエン。まあ、ミニペで防衛する。で、なんか来たら、撃つ。オッケー。いやー、素晴らしい。一応コウモリでターゲット取る。あはー、素晴らしい。勝ったー。勝ち。これは勝ちですね。相手、ヤナメがめちゃくちゃ腐ってる。で、これ、ロイフ飛ばしたら、バーバリアン、来ますね。いや、一回我慢しよう。一回我慢で受けからで、ここむずいな。
ミリペ裂いて、これは 5D ですね。これはさすがに 5。しかも残った。いや、ここの J がやばいな。ここの J がやばい。よし、で、ガゴムレが多分来る。あ、ガゴだった。あ、いい。何かいい。オッケー。さあ、されまーす。で、これ、5打てたら勝ちなんですけど、こそないんで、見送りですね。ライターローフを一発も入れたくないので、まあ、やらめも使ってまで防衛しますね。おいしい。あ、ワンチャンミリペが気づいたらタワー落としてる説まである。なるほど。やばい。ちょっとなぜかやばい。余裕。で、これホバリングもマスクもあるから何もしなくていい。ザップ使うけど入りませんよ。で、これバーバリアン来ても大丈夫ですね。はい。そんなぁ。そんな、俺のせっかく読み5が、まあ、外れちゃったんですけど。なるほど。なかなか使うのが難しいですね。なんか親衛隊、まあ、今の相手だったからかな。親衛隊いる？なんか、親衛隊じゃなくてもよくね？感がすごいんですけど。まあ、親衛隊、なぜ親衛隊なのって感じですね。まあ、とりあえず後ろから出しとけば安牌ですかね、親衛隊は。まあ、工場とか最近ユーノの使用率がマジで高いんですよね。だから、まあ、そのユーノに対してはめちゃくちゃ刺さると思うんですけど。いや、これ多分大丈夫。守れる。生き玉いらない。オッケー。で、ミニペが、なるほど。ナイト縦線バルーンですね。よいしょ。これは神タイミングですね。これでホバリング残ってるんで。相手は苦しい。さあ、で、まあ、ホバリングとマスケで、しかも雪玉5なんですよ、これ。ここの、ダブルノックバックなんで、まあ、ダブルノックバックのおかげでバルーンがそこまで怖くないっていうのはありますね。はい。というわけで、なんか、暇になったんで、新体出します。で、まあ、バルーン来たら、マスケ速攻で出して、あとは雪玉を打ちますね。いや、どうしようかな、これ。まあ、ここの真ん中マスケとか真ん中ホバで、まあ、相手のユニットを処理したいですね。あ、なるほど。これ早く打っとこうかな。あー、なるほど。まあ。HD ガーですね。HD ガーだけど、そんなに、って感じ。さあ、いい感じのしてますね。で、ザップあるんで、コウモリは賞味ないと思っていいですね。賞味ないと思っていい。賞味ないと思っていいけど、まあ、ホバは対空持っときたいですね。裂きたくないですね。よし、ザップ、することがないですね。いや、ここは、急いでマスケ、次マスケあるんで、ない、端前にないと来たらミニペ出します、そこ。なるほど。全然なんか違うんだけど、俺の予定と。よいしょ、これでホバリングやめしまーす。多分これ無限にターゲット取れるんですよね、これ。親衛隊が。素晴らしい。で、このままカウンターで、ロイホグも今飛ばしちゃったんで、なんもないんですけど。やば。相手のちょっとなんかプレイが、おえぐい。おえぐいですね。で、多分5ないですね、相手。今のところ5ないんで、こういうところで攻めまーす。ぽい。で、雪玉打って、で、メガゴ来るんで、コウモリ追加。あはー、メガゴじゃないけど、いいみたいなとこあるな。読み、いや、いらないな。いや、これは5打ったら、ホバが、あ、5落ちた。おや？なんだこれ？なんだこれって感じだけど、まあ、相手が親衛隊にちょっと苦しんでる感がある。気持ちね。気持ち、親衛隊に苦しんでる感じがするんで。いや、でも親衛隊のおかげなのかな？親衛隊すごいいらない気がするんですけど。いや、でも、単純にですよ。単純に親衛隊で世界10位。やばくないですか。単純にやばいですよね。まあでも、まあどうなんだろう、まあ、とりあえずこれで世界10位らしいんで、しかもこのデッキウルトラもスーパーレアもないんで、やばい。超無課金編成、まあ言うてあげるのコインとかかかるんで大変なんですけどね。はい、というわけで、まあ、今日2000しかないしてないんですけど、多分2000しかしてないよね、多分。うん、なんですけど、まあこちらのね
ちょっとよくわかんないですけど、まあ、親衛隊のデッキなんで、親衛隊ちょっと使ってたとか使いたいって方はぜひぜひこちら使ってみてください。というわけで本日はまあこんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。